Shin Jinbukan enjoys overwhelming international support. It is one of the few schools that emphasizes pursuit of the true meaning of karate. Shifting the body to dodge the opponent's attack and prevent further attacks is known as tenshin. Tenshin, along with irikumi, inside or close fighting, comprise the fundamentals of Shodin-ryu. These techniques have been forgotten by many other schools over karate's long history. Starting with warm-up exercises and moving to striking, blocking, kicking, and kata, the theories of Ti are embedded in all aspects of the training. はい、人差し指から中指、薬指、小指、はい、親指を最後に、はい、息を吸いながら腰に行く、はい、ゆっくり前に、その時にお互いに向かい合わせてから行きます、はい、もう一回、もう吸います、字は自転車の点、心は体と、体を動かす、要するに重心の移動、重心をどうやって移動させるか、それが転身になります。どうやって、感性を切っていくのか、どうやって自分が有利に相手の方に、方向を変えていくのか、それには転身としての一つの術があります。この道理にかなっていないと自分でこけたり、せっかく立ったんですけど力がなかったりします。自分の体を自由自在に動かすが非常に大切です。転身をするのにいくつかの立ち方があります。全部紹介するわけにはいけませんけど、まず簡単なのはこういう立ち方です。どこにも力を入れていません。このまま走ることもできますし、まあ向こうにもどこにも行けるのです。こういう立ち方、かかととかかとの幅は、かかととかかとの幅は足が一つと指が四本入るぐらいのかかととかかとの幅で、そして閉じています。確かに足を閉じてるんですけれど、この膝のここを閉じている、ここちょうど競馬、馬に乗った感じです。馬の背中はケツについたら乗れませんよ。ここで背中が来ています。あぶみはここで、ここを締めています。要するに馬に乗った形。そして上体は自由、しかし足は締まっているんです。この表は転身の線を表しています。これは相手に対して、このトレーニングしたものをどういうふうに生かすかということを図にしてあります。はい、右に動いて、はい、左に動いて、右に動いて、左に動いて、はい、立ってください。その時に非常に大切なことは、足で跳ねてはいけません。こういうふうに立ってください。その時にこの足は
三角形になっていると考えています。はい、三角形がスイッチしました。しかし、自分の頭の中にあるのは三角です。三角がこれを便宜上前に蹴るとこういうふうに言ってます。 OK。 もう一つはこの三角形を内側から取るのです。はい、これを便宜上小回りと言っています。前の方が大回りという意味じゃありません。これを小回り、内回りというふうに言っています。なお後ろに手 This is come here、right. yeah. こういうふうに後ろにトライアングルを持ってくることです。その時に not too much、はい、Yes、はい、いつも前に対して後ろにペンをやる。もちろんこれは自由にここばかりじゃなくて至るところにそれは動かすことができます。どのようにこれを使っていくのかは今から説明します。今かかとはこういうふうになっていますけど、ここを締めます。そうすると力が後ろから回ってきてこの手に加わります。重たい、スローリー、はい。その時にこれはいつも頭では目に入れてることをいつも考えてください。目に指を押し込むのです。もちろん手を絞って当てることもできます。これは曲がります。曲がる、この曲がる手を力いっぱい受けてもバーン、まだこっちある。そして危ねえ、危ねえ。そう、この後ろに点のとても大事なことは今は前に点になっています。 Understand? 後ろに点きました。遠い、この方は大きい、私の当たらないところに来ましたけど、この人はベンするから、このまま行ったら私ボン垂れる。 That's right? 距離を取ってこの関節の上を今私は攻撃する場合に変身していっています。あの人が来ましたから、この後ろの剣を使って私は45度斜めに、はい、変身しました。でここに行ったけどここに来てます。そして隙間、分かりますか？分かりますかね。はい、三角転身を行っています。な入り組み、まっすぐ来ました。位置で入っています。これを入り組み、よう
部分には急所があんまりありません。陰の部分にインサイドの陰じゃありませんよ。影という意味です。この影になる分に、影になる分に急所があります。目、喉、筋的。陽の部分はとっても硬い。亀の背中と同じです。陽、ここいくらヒットしても意味がありません。はい、たくさんたくさん蹴ればはいですけど、一回しかチャンスがないところを僕蹴っても意味がないのです。とてもトレーニングしてる人は、別に痛くもなんともないのです。陽の部分から、陽の部分、はい、先生。陽の部分、日焼けするところ、日焼けするところからも、手を著しく打つと、陰が現れます。はい、ゆっくり出してください。それがこれです。これは一つの手は外に回っています。一つの手は内に回っています。これを複合するのです。見た目には扇風機みたいです。こんなにしては何の役にも立たないでしょう。よくありません。見てください。はい、トゥ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 さ、この陰の部分に行くのを入り組みと見ました。陰の方に入っている。はい、もちろんこれも元気来るかもしれない。しかし心配いりません。それはそれなりに、また別のテクニックがあります。ここを来て、ここは元気だけど心配いらないと言います。皆さんはもう一回受けるでしょうね。あの人はベテランだから。もう一回。もう一回。もう一回。チャンスありません。OK。来ました。この手を止めるのつくのです。スタッフ。目に指入れる。ポン。みんな止まる。いい考えでしょ。いい知恵でしょ。だからキーなのです。あなたからどうぞ。はい、空手に先手です。はい、私は。はい。でもいい。しかし、それは意味がありません。私からやる。その時には突こうと思ったら、突こうと思ったらその突きでポーンと持っていくの。これをそれがいいでしょう。その時には転身をします。どのように転身しますかというと、上下に転身します。はい、この人は私を見ています。この人は私見てるし、私も見る必要はない。見たらこうやって指こっちに入れるかもしれないから、この人は私見てついてきた。こういうことになる。これが入り組みです。いいに入っていましたでしょう。もう一回言います。ついたら用に行かざるを得ない。なぜかったらこいつは、クマスか、クマスか、
つこうと思ったら、この人がつーと思ってる、つこうつーと思った時に、来ました、こう、で、ファンですか、今一つの規定に回りました。これがこれです。The beautiful flowing movements of Tenjin are the product of limber, strong muscles and tireless training. Nothing is wasted. The physical training of these offensive and defensive techniques have never been shown outside of Okinawa until now. Minimum movement combined with maximum destructive power culminate in the highest level of technical perfection.ですよ、ゲーム。私はゲームの話を、後でゴールドメダルをもらう話をしているのでありません。あなたが負けないために、あなたが死なないための、殺されないための話で、1番2番3番までは褒美がありますよという話じゃない。2番以下は死ぬという話、1番だけがいい、2番以下は死刑、スーパーメタルはない。これがキーです。